先制点取られない、失点しないってことは広島ね必須でしょうね。広島は勝つためには最低限まずは先制点を上げる、そこに持ち込む。時計を見ながら今キックオフの笛です。2021明治安田生命 J1 リーグ第13節サガン鳥栖対サンフレッチェ広島、今日は右にホームの鳥栖がまずエンドを取ります。そして左にアウェーの広島、森島の方が気使うと思うんですよね。あエゼキューが自由に動きながら、うん、さあ山下、そして林に出たぞ、林微妙なところ、角度なかったんですが、ただ林、まあ、含めて今日はねかなり上部監督も期待を込めて、さあその鮎川前を取った、これビッグチャンスなるか、鮎川ファクイルギュー、ただまだ森島、まあ、エドワルドからするとちょっと珍しいシーンだなと思いますし、まあ、ここよく狙ってたなと思いますけども、はい、まあ、ここ少しかなりこう先制した方が勝っているというそんな過去のデータもありますが、森島、ああ速いボール狙っていった、森島のキックはポスト、この森島です。まあ、パクイリュグが蹴った瞬間そうとしたんですが、今度は青山から浅野、あただこれディフェンス樋口戻ってファン速攻を奪う、そのまま持ち上がる、これが林の方にこぼれ、林、あーったー、狭いところを狙った林の左足は大阪をセーブしています。ご覧いただきます。まあ、ここちょっとアクシデント的にこういうスルーパスみたいなの来たと思うんですけども、うん、まあ、ここでの体の使い方ってとか非常にうまいと思いますし、まあ、キーパーからすると多分ファーサイドのところちょっと意識したと思いますけども、うん、まあ、この狭いところはやっぱグランダーで小松、中野真也、うん、これ樋口の前にこぼれた、樋口、樋口のミドル、先頭からいいの樋口、樋口の左足、おっと一つの形ですが、左足コントロールして、まあ、ゴールとは少し離れるようなコントロールでしたけども、まあ、こう左足でこれは浅野、スピードを持って浅野、スピードがあります、うお、よくかわした浅野だ、浅野ドリブルでここまで持ってきた浅野と決まれば、ものすごいシュートゴールというところでしたが、パクイルグです。いや、素晴らしいですね、浅野一人で見せてくれましたが、これ広島チャンス持っていける、コース変わった、東だ、ビッグチャンスになるか、東、あ、そして試合終了の笛です。